リチャルがマーク、ショーター。さあ、ここは二人がかりでいくが、シュートを打った。決まった！スリーポイント！大塚からマーベル・ハリス。マーベル・ハリスがこの距離打っていく！スリーポイント！ 3 対3。ジョーダン・グリーンが自ら行って、オフェンスリバウンド、もう一度、また、抑えて、そして、バスケットカウンツ！なくなろうかというところ、残り5秒切りました。西川が打つ、決まった、今度は佐賀、西川のブザービーター決まりましたなんですが、第2クォーター終了間際、西川貴信のジャンプシュート、これがブザービーターになりました。さあ、福岡はこの第3クォーターまだ得点はない。大塚からジマルマンはバスケットは認められました。失礼しました。ティーラーから西川、ナイスパス、そしてグッドフィニッシュになりました西川です。さあ47対47、井上が打って、スローターがリバウンドを抑えた。おっと、ここはフィーラーから西川貴信、リバウンドを抑えた佐賀。西川からシュート打った、決まった、隅田のスリーポイント。さあ、ジマルマンとのマッチアップ、決まった、ファイパブブル、ジマブジ。さあ、白戸大勢が入っています。福岡、ここは西川貴信がオフェンスリバウンド、そしてシュートも決めていく。そしてジャンプシュート、ジョーダン・グリーンのドライブからのシュートは落ちました。隅田、バスケットカウンツ。隅田から西川が打つ、スリーポイント。もう一度隅田へ、ハイパームール。さあ、そしてノーマークの西川、スリーポイント。そしてボールを奪った、隅田リバウンド、そしてレイアップ決めてファールも。残り時間はもうあとわずかです。最後ジマルマンがスリーポイントを打ちましたが、ここでタイムアップになりました。